はい、ということで、ベニチャンネル、なんと私たちの出身の中学まで来てしまいました私たちが出会った場所です、出会ったっていうか出会った友達伝いに紹介されてたらしくて、私が。そうそう、覚えてないんでしょ。覚えてない。こっちの校舎で、うんうん、1年生がこっちにあるんですよ、校舎が、はいはい、1年の時にそれ友達紹介されて、私はなんか外にいたんやんな。いや、校舎まだ2つあるねん、こっちにで、あんたは2組か1組やったから、うん、こっち側の校舎で、うちが3組やっけ、こっちやね、はいはい、真ん中が中庭みたいになってて、で、うちがこっちに行ったら、うん、こっちの校舎の窓からあんたが顔を出して、あー、顔出して、私が校舎にいた側ね。そうそう、いた側、はい、うちらの共通の友人の M ちゃんに紹介されて、紹介っていうか、そうそう、で、あ、ファービーやって思ってファービーが窓から顔を出してっていう出会い。そう、そういう出会いでした、うん、もうなんかさ、すごいミニチュアみたいに感じる。大人になってから来たら、ちっちゃいな。すっごいここをさ、アホみたいに走らされてさ、青いジャージ着てさかなちゃんはね、バスケ部、一瞬バスケ部、その後吹奏楽部で、私はテニス部やったんで、うん、テニス部はさ、テニス、あそこ、あっちやな、あれテニスで、いつもここのグラウンドで野球部を、あ、そうそう、野球部を見てて、私当時あの野球部の人と付き合ってたから、野球部のピッチャーを、ミーハーやから、この子昔からで、あのフェンス越しにテニスもやらんとわかる、なんかその感じ、わかるわかる。そうで、その後数学オリンピック出てた愛くんと付き合ってましたね、愛くんと勉強教えてもらってて、で、そういうの好きよなとか言って、うん、野球してる人と頭いい人が好きだったね、当時。そうね、そう、そんな感じの学生時代送ってましたけど、うんうん、じゃあちょっとなんかこの辺ブラッと行きますか、うん、すごかったね、今なんか先生がちょっと車で出てきはったけど、ワイスピのなんかあの主役みたいな人だいぶ二の腕太かった、ドムみたいな人がすごい笑顔でって言って見送ってくれる。知り合いではないはず。いや、だって私らの時の先生はもう多分もう全員入れ替わって現役でいたとしたら校長やでかなちゃんはな、ちょっと思い出がな、うん、中学大好きなやったからマジで記憶が消えてるでもさ、こんな平日のさ、夕方なんて、うん、なんか部活やって誰もいいんからさ、うん、そこで中学生にも聞いてみる、座ってるけどなんか今ね、中学生のみんなが座ってたんで、うん、ちょっと聞いてみたんですよ、うん、誰もいひんし、閑散としてるから、あれ部活はって言って聞いてみたら、今テスト期間中で勉強してるって言ってました、うん、テストの1週間前とテスト中は部活休みになるんですよ。これどこの中学もなんかな、うん、うちだけ、てかそれを覚えてんのがすごい、うん、思い出した確かにテスト前休みだった、なんかテスト前かとかってなんでそんなことちゃんと覚えてる意外と覚えてるもんですね。で、私これ小学校かな、多分。そうやな、これ私小学校ですね。近ラジオでもよくよく話をしてる小学校です、うん、しかもね、私住んでるところからこう歩いて峠1個越えて、うん、片道1時間とかかけて通学してたんですよ、うん、だからなんか多分今マラソンとかも割と時給系いけるっていうのは、多分その山を越えて毎日毎日登校してたから。なるほど、うん、だってさ、今時多分あんまなくない、うん、今の子も歩いてんのかな、向こうから来ると。どうなんやろ、うん、すごいなんかここさ、この道とか趣ない、もうここから峠をものすごい距離を1時間かけめっちゃ京都だわ、あ、白熊市が笑えるぐらい京都出てる京都感出てますね。でしょここの道歩いて毎日毎日で、このまま行くとまあ1時間山越えしてしまうから続きまして、ベニちゃんが高校卒業してから住んでいたエリア、一人暮らししてた北山に移動します。はい、はい、ありがとう、回ってにゃおめえ、はい、いけるということで、私が一人暮らししてた北山っていうエリアがあって、うん、あの北山近辺にやってきましたと、はい、いうことで、あの今ね、東洋亭っていう洋食屋さんで結構有名なレストランなんですけど、トマトがね、あの有名なんですよ、ここで作ってるトマト。運転手さんに乗って、あのあそこですよ、あのあれ名前が出えへんくて、あのトマトが有名なとこ、あ、東洋亭ね、え、ほんまにと思ってさはい、これトマト、ほんまにトマト有名、マジでトマトやトマトだっけ、うん、1897年やからね、すごくない？
ほんまにここトマトが出てきて、そのトマトの上にドレッシングが乗ってて、トマト食べるんですけど、ここハンバーグとかもすごい美味しくて、でもトマト推しなんやろ。そんな感じで、あのちょっと私が住んでたあたりどうなってるかちょっと見に行ってみたいと思います。あのね、さっきゲームセンター行った時に私たちプリクラ撮ってたんですけど、白熊氏が UFO キャッチャー行ってきていいって言って、なんか2階に降りて、プリント待ちの間に携帯に送れるよっていう画面が出て、 QR コード出てきて、ベニーが隣でよいしょよいしょ終了だよでもなんか私の OS はもう完全に令和5年の OS にはちょっともうそう対応しないから、マニアックがいいから。でその頃この人はずっとヒロアカの UFO キャッチャーで、なんかヒロアカのやつがどうしても欲しかったんだ、あれフィギュア、うん、ずっとアホみたいにもお金入れてやってて取れへんくて、面白かったの。店員さんが 2,3 回直しに来てな、優しいな。でようやく取らせてもらってな、うん、取れた取れた取れた。いやあれを抑えて欲しかったな、めっちゃ面白かったもん、ゆっくりゆっくり私がスローで生きてるのは別に昔から変わってないからなめっちゃ早かったもんな、うん、終了だよ、ね、そんなわけって思って世界そんな早く回ってる、うん、この辺やっぱ民度高くて綺麗、民度高い。東京で例えると何やろ、白金みたいな、あそんな感じ。懐かしいですね、この辺を自転車でいつも、いや自転車じゃないや、もうだからあの時代やから単車でバイクで。そっか、え、まださマンション残ってる、住んでた。ちょっと今マンションに向かって歩いてってるんですけど、だから残ってるかなと思って。懐かしいな、この時兄弟生と付き合ってたんですよね。長く付き合ってましたですか。ね、1年ぐらい付き合って、で東京行くって私が急に言い出して、引っ越して育ってくれた人じゃない。そう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 、一緒に車でね、東京まで荷物持ってって別れたんですそこの家なんですけどね、写したあれやけど、うん、そこの家の人なんですけど、うん、すごい大好きやったんですけど、うん、なんか突然東京行きたくなって、うん、もう今じゃないと絶対にダメと思って、うんうんうん、それで東京行くわって言って、ってもうなんかもうお互い結婚しようぐらいの感じやな、結婚するやと思ってたもん。そう、結婚しようぐらいのノリやったんですけど、うん、ここで結婚したらみたいな、あ東京行こうやっぱりって思って、なんか。そっから3年間引きずって、3年後ぐらいに私電話したんですよ、うん、ずっと好きで。もう結婚したかったんじゃなかったっけ。そうで電話したら、あごめんもう結婚したみたいな、うんうん、あっさり振られて、うん、3年ずーっと思い続けてたんやけど、自分から言っといてからいいじゃない、大成功したんだから。それ京都にいて、そうだ東京に行こうと思ったね、いやだからこのままこの人拾ってあげて、え JR の CM みたいになってるから、もう全然テンション感違いすぎて全く伝わってなかったわそうだ東京へ行こう、本能で動くタイプなんでね、はい、それで成功してるんで、なんかそう、なんかあったの、うん、絶対行かなあかんと、うんはい、そんなこともありました。これ信号渡ったらマンション残ってますね、 あのマンションですね。ふわっとどうなんこの辺のマンション、はい、住んでましたね。でね、ここのコンビニは前からあったんですよ。何セブンイレブン？セブンイレブンやな、どう見ても、うん、何に見える何に見えるかなもう怖いな。まあでも、そうそうそう、懐かしい。この辺バイクで単車でギヨン行ってました、うん、ギヨン行って演奏したりとか、そんな時代ですよね。ギヨン行ったりとか、クレープ堂行ったの、うんね、店長さんやってるお店がここのもうちょっと噛み上がってったところ、うんうんうん、にあってお店が、うん、だからそこに三味線の演奏行ったりとか、うん、あとはまあ自分が普通に飲み食いとかも行ってたんで、うんうん、っていう感じの懐かしいエリアになりますね。なるほどね。何でしたっけ、京都あんまり高い建物建てられへん。景観法、景観法があるんでやっぱりすごい低く感じる、うん、変わるらしいけどね、またあ、そうなの。移住する人の人数が追いつかへんらしい、低いですね、縦に伸ばすしか。かわいい、靴下履いてる、かわいいな、かわいいな、すごい大きい、大きいね、モフモフやな。あ、ここさ、もう全部なくなっちゃってるけど、ここもな、なんか、なんてっけ、まあ、何でもあるやつ、何でもある店、何でもある店系のやつ、京都にしかないならではのドンキみたいな感じの。へえ。でももう名前出えへんわ、この辺はもうゆかりないんでわからないんですけど、まあしここ2年ぐらいかな住んでたん、ずっと、うん、東京行くだから前やから、うんうん、
投票行く直前に住んでたとこですね。で、あの営業回りしていっぱい、そういう時は弾き語りやったりとかしてたから、うん、頑張ってこいよみたいな感じでね、うん、いっぱい包んでもらって、肩振られて、そう、いっぱい包んでもらって、その包んでもらったお金がもうその当時にしたら大金やったから、うん、わっ、こんなにやったら半年ぐらいゆっくり暮らしていけるわって思ってもう意気揚々と東京出てったら、もう2ヶ月ぐらいでなくなって金2ヶ月で尽きた東京高っ、東京全部高っって思って、東京はね高いのよ、うん、全然ゆっくりなんて暮らせへんやんって思って、うん、大変な暮らししてましたよな。やっぱね、物価どんどん高くなってるけど、あの当時も高かったわ。東京で一人暮らしは大変なのよ皆さん。東京に生まれた時点でもう勝ち組やから、勝ち組よ、うん、親ガチャに成功して、親ガチャ、土地ガチャ、大成功、土地ガチャ大成功ってことあるそれはそうだって東京に生まれたら別に家出えへんもんな実家東京で最強ちゃう、うん、なんかめっちゃ東京褒めてるけどな。あ、今京都来て、京都の皆さん参戦した、大好きです。京都はいいとこです。京都はいいとこです。東洋亭今度行ってみたいな、なんかすごい美味しそう。うん、いやだからトマトが美味しいから、トマトな、うん、ほんまにトマト美味しいから、トマト食べてみて。トマト好き？トマトあんま好きちゃう明日が朝早くから京北町まで、そう、京北町まで行って実際のアロマの体験とかやりたいなと思ってるんで、それも楽しみにしてもらえれば、はい、また紅アロマ第2弾ということで、うん、はい、新しい香りを作っていくんで、なんかちょっとブラブラ歩いてたら懐かしのお店出てきたんですけど、京都北山のマルブランシェ、ランシェ、ここのお店、京都のお土産とかでも結構お土産でチャノカっていうお菓子、ラングドシャみたいな、あ、はいはい、ラングドシャ、ラングドシャ、ラングドシャで、なんや言うたら結構そうここのお店、お土産で、私知り合いなんで、実はこちらの、あ、そうなん、じゃあちょっとアピっといて、うん、はい取らせてください今度。おしゃれな道が続いてますね、ずっと。この辺はね、結構おしゃれ通り、京都の白金、京都の白金はい、という感じでまた東予定に帰ってきましたけど、あの、またトマトで締めようか。京都にお越しの際にはこちらの東予定ぜひお使いください。全然関係ないですけど我々にはそうね、別にマージン入ってるわけでもないですけど、はい、そろそろじゃあ締めたいと思います、はい、ベニーチャンネルでした。高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまたねー。